目が暴れてる。おはようございます。麦あれ泣いてくれました。麦最初楽だね。そうだな。いた噛まれた。今日は千秋楽です。悲しい。うわ寂しいね。やっぱなんかほんまに今日みたいな感じ。開会式見ようと思ったけど起きれなかった。泣き今日頑張ってね。配信で見ます。ありがとうございます。普通に気を来てしまったね。ね悲しすぎ。チャレンジしてる。そうなんか急にさっきまで無視やったのに。公演が楽しみやね。ありがとうございます。違う名前読んでも反応するんじゃん。確かにクッキーとか読んでも多分ゴマと豆でもじゃあ反応するかもしれへん。じゃあありえる。じゃあ主楽だね。そうですね。早すぎるよ。でもセラフ君行くことないかな。もう公園ではないかも。もしかしたら公園とかでなんか来たりとかはあるかもしれんけど。クッキーあれ降ってきた。クッキー麦むあれ麦隣に麦隣に乗り返事してくれへん。頑張って。ありがとうございます。公演かな。なんかな時間がないけど千秋楽やってなる。なんかたまに一瞬あれ今日ってほんまにって思ってから今日かってなるから、なんかちょっと違和感だね。ご飯って呼ぶ無事にお疲れ着きました。到着おめでとうございます。ありがとうございます。仕事で見れないけど頑張って頑張ります。結局パリグリーンの開会式ずっと見てました。それにしてもすがみでした。あパリがですか。もううわ雨だって。呼びすぎて無視された結果無視。大ちゃんの映画見てきたよ。おお豆もね2回見ました。久しぶりです。今日は頑張ってください。ありがとうございます。頑張る。そうそうチカパン詳細確かに。まあでも時間はね時間が分かってないかまだ。日程は分かってて、いや多分夜かな。
けは勇者の舞台を見に行きます。おー、いいね。あやみじゃない、誰かに反応した。何かに反応した。ファニーチケットだと今まで入るときにもらった座席番号の番号の紙もらえない。どうなんでしょう。あみも今まで座席番号のさ感じやったからさ、ファニーチケットに変わって分かんなくなっちゃったシステムが。エッフェル塔のセーヌ川のところで船で選手たち登場だったよ。なんかかっこいい。いいね。最後投げちゃうんでとかやってたし、あそこはマジ叫びたかった。席番号シャッフルなの。それ捨てたことだけなの。そうなの。シャッフルってどこ、シャッフルってどこど、どん、どういうシャッフル。そう、席順番号が席が貼られるのがシャッフルなんか、席あの皆さんの席がなんか来た順とかじゃ、あの応募した順とかじゃないのかみたいな感じ。今日はヒロムルもハンカチ持参で、あ、ちょっと待って、あやみのペンやん、それ待って、ちょっと待ってね。あれ、おやり。クギ。ムギ。あ、よかった。もうよかったよかった。今日は昼間よりもハンカチ持参で声入ります。明日の重機特別声も一般選中抱えました。おお。やったね、ムギちゃん。やったね、ムギちゃん。あなたもう食べ過ぎちゃダメだからね。今度タプタプなって。あ、動いた。それこそ全公演は、今日閉会式かもしれないが、メンバーのみんなには次の開会式が待ってるよ。微笑み、微笑み。入るまで分からない。一番だから一番前。あ、そういうこと。あ、うんうん、まあそれも今までと変わらんってことか。じゃあ列ごとのってことね。麦、麦ちゃんが一番最初に反応した言葉がクッキーやった。クッキー、
クギ。グリ。ちょっと鳴きかけたな今。お前たちは。あなたさ、食べすぎ。狙ってくるようになったんやろか。ママが入れるからや。ママが闇が入れた後も甘やかして入れるからですね。ファニーチケットになって当たる人と当たらない人の差がかなりあるみたい。ああなるほどね。ね、あんまりちょっと詳しくは分からないんです。猫何匹？ 3匹です。どうした？なんかゴマとマミが一斉に逃げてった。麦ちゃんがね、なんかもともと麦ちゃんがすごい太ってたのよ今よりも。でなんかなぜか分からんけど痩せて、それのせいであのお腹の下にタプタプができたのよ。あの皮膚がの なんて伸びちゃってるからなんかなみたいな聞いたことある。猫ちゃんもそうなる。そうよ、猫ちゃんも。先生どこ行く？もう行く予定立ててないな。もう遊んだから最初の方に一回遊んだ。しばらくは今も予定なしです。なんか行きたいなと思いはしてるんですけど、なんか考えてみたらあんまり行く時間ないなって思って。とりあえず今宿題をちょっとずつ進めてて、まあ、その練習終わりとかにね。ほんでさ、でまたあのコンサート終わった後に、まあ、近っ端のレハはそんなほぼ毎日ね朝か夜までってことはないから、まあいやちょっとやる時間あるよねって感じで、それで進めていこうかなと思ってます。はい、ということで372日、なんかいつの間にか1年経ってからどっか経つね。あと3日で10日経つよ。早っ。では行きます。壇上を読みたいと思います。さて誰の名前に麦ちゃん反応するのか。行きます。
13位ハマチヤマさんありがとうございます。12位佐藤くんさんありがとうございます。11位でこまちびとさんありがとうございます。10位たかともさんありがとうございます。9位たからのさんありがとうございます。8位カルチャーさんありがとうございます。7位こうへいさんありがとうございます。6位、ジョーさんありがとうございます。5位たつにんやさんありがとうございます。4位ひーたろうさんありがとうございます。3位なんかいい席の絵文字の方ありがとうございます。2位たかまささんありがとうございます。そして1位は親父さんでした、ありがとうございます。なんか最初ににゃって言ってどっか行ってんけど、なんで1位の人はまた着替えてくださって行きそうです、ありがとうございます。そうあのね、一緒になってしまうから、あの一時的にね、あの1位の方はアバターを変えていただけたらなって感じです。まあ3日目、これを始めて3日が嘘です。4日が経ちました、アバターを皆さん、あでもそっか、アバターを24にゲットしたら皆さんが27土曜日、あった最初に言うよってどっか行かないでよ可愛いね。親父さん、だから親父さんかな、親父さんが一時的一回だけちょっと今の間だけ元のアバターにね戻していただきたいです。あさっきおったけど名前さっきあれいなかったもさ、いなかったもさ、やく宮丸くんにしま、あ変わったあツインテールの方にしたなった。こっちでいいか、ツインテールの方も書いたことないもんな。ニヤマルくん、あ、ニヤマルくんは最初書きましたね。ツインテール、幅がおかしくした、本当のアバター探してみたけど見つからない。あら、でも全然これで大丈夫です。あ、確かに回したかいやん、やば早いね結構。下手すぎだよ、なんかセーラーじゃないねこれ、全然気持ち悪い気持ち悪いけど許して。今なんで短いの？なんか AI みたいな、 AI かな、なんか何かが制作したものやからさ。本当はお気に入り機能、まあ、見つかったらねぜひお気に入り機能をね、はい、やってみてください。長押ししたらだったかな、なんかハートか、ハートが出てきたらハート押したらなんかお気に入り機能できるらしいです。
はい、ということで、じゃん、今日の1は親父さんでした。ありがとうございます。首の長さは気にしないでください。普通にちょっと割合ミスってしまった。ありがとうございます。ちょっとダメですよ。はい、ありがとうございます。ダメ、一旦置いとくか。はい、ではありがとうございました。明日もね、よいしょ、明日はニワムル会議だから何時にしよう。まあまたちょっと何かあるかもしれないから、また今日ポストします。はい、なのでまあぜひ後で見ていただければ。はい、ということで明日はい、ニワムル会議よろしくお願いします。そして今日は千秋楽、もう皆さんでね、もう最後の公演楽しみましょう、いっぱい。はい、コールもたくさんありお願いします。ペンライトもぶん回して、ぶん回しちゃダメだけどぶん回して、はい、お願いします。ということで今日はよろしくお願いします。また明日の配信と今日の公演でありがとうございました。またねー。おしゃおおおあちょちょちょお話し会の支払いを忘れなく。忘れなく。また後で、また後で。ですぐ。